フチさん3話目。リギゾーザン対木村正彦。フチさんのコメントを振り返りたいと思います。今回3話目になります。ラジオ感覚でお聞きください。よろしくお願いします。いや、前回話が結構、あらぬ方向に飛んでいってしまって。2>, 2話目ですね。二話目あ、ね、らぬ方向に行きましたかいやいや、面白かったです。フチ、ジャイアントババの弟子対木村正彦の弟子。のガチスパ。道場でのスパリングの話から入っていったんですけど。はい、からの、私。はい。 UWF のスパーと、全日本プロレスのスパーでは全然密度が違うんだよと。いきましょう、3あ、いきますかはい。あの、うん、前回ですね、はい、読み上げたところの後半、うん、で、えっ、ー、と、岩つりさんと、 フチさんがまず道場でスパーリングやって、フチさんいわくですけども、常に上のポジションを取って、岩槻さんのスタミナが切れて、馬場さんがもう一回やるかと言われて、岩槻さんはもういいですと、その後ちょっと休んだら、うちにコーチに来ている外国人選手とやってみるか、小城バジリとやらされた、小城バジリというのは、後にアイアンシークですね、U インターで安城さんともやったことがある。 でバジリはアメリカのレスリング五輪代表チームのアシスタントコーチをやっていたでしょ、うん、だからシリーズの試合に出るだけじゃなくて、うん、道場にコーチとしても来ていたんだよ。うん、岩釣氏はスタミナが切れていたから、あっという間に腕を決められちゃって、あれは気の毒だったなという記述があります。ここここの辺はどうででですかあれこれってても2話について何も話をしてなかったので 田村さん的には今回3話目ですけど、はい、2>, 2話目で僕が熱くなっちゃったからそこまで踏み込めなかったですかそうですねここで話があの続かなかったのでああまあスタミナ切れちゃったとしたら腕を決めれちゃってっていうのはまあ、うんうん 想像できますけどその前に5分ですために切れるかっていう柔道7段目。<laughs> はいはい、この5分の下りは第2話を見ていただければ、うん、聞いていただければ分かると思うんですけれども。と、うん、いうとこです。はい。はい、じゃあ次にいきます。はい 俺は40年近くプロレスをやってるけど、激しい試合はあっても、試合が成立しなかったってことはあんまりないな。馬場さんの教えは、相手が思い切りバンバン来たら、それを受けて、それと同じ分を返せと。それに、下手くそな奴には気をつけろよ、とも言ってたよ。相手が思い切りバンバン来たら、それを受けて、それと同じ分を返せと。この力道山対木村戦で、長谷さんが、 コメントしていた中にありましたけど、いわゆるそのレシートっていうことなんですかね。うんうん、やられたらやり返し、うん。ああ<う>はは、よく覚えてますね。長谷さんのことに関しては、すごくアンテナ敏感ですね。田村 <laughs> <laughs> はい。それに、下手くそなやつには気をつけろよ、うん、とな。思いってなん、なんかありましたなん、はい、ですかこう、精,精神、情緒不安定ですか <laughs> <laughs> どういう意味ですか大丈夫ですか <laughs> ちょっとおっしゃってる意味がよくわからないんですけど、何かが見て取れましたか私から。羨ましいですかこうこうテンション高いなと思って。<や>ご気分気、機嫌がいいのかなと思って。でも、えー、なんかいいことがあったのか、逆に悪いことがあったのか、うん、の状況だとこうどっちかじゃないですか。テンション上がるか下がるか。 あの、自分ではそのテンション上がってる感覚が全くないんですけど。じゃあす、はいすません。よろしいですかね。いはい。それに下手くそなやつには気をつけろよとも言ってた。うん、うん。プロレスが下手なやつには気をつけろ。うんうんうん,うん、うんはいで。その意味ではドリー・ファンク・ジュニアのブッキングで、プエルトリコに行った時に試合したトリニダード・トバコ出身のサンダーボルト・ウィリアムスっていうのがしょっぱくてさ、うん、下手くそで危なかったなぁ。うん んみんな対戦するのを嫌がって俺が相手をしたんだけど、うん、20分引きずり回したらあいつとはお前が一番いい試合をやるなんてレスラー仲間に言われてさ、うん、もう固いとか仕掛けてくるとか以前に、うん、どうしようもなくしょっぱいやつと当たってなんとか試合を成立させるってことはあるよ、うん、そんなことは海外では仕方ないんだよ、うん、というところなんですけど、はい、プロレスが下手なやつには気をつけろと、うん、下手くそなやつには気をつけろと とこういうい馬場さんの教えがあったということなんですが、うん、UWF に入った田村さんから見て、うんはい、UWF スタイルの中でうまい下手っていうのはあるんですか、うん、ありますね。ありますか、はい、全然ありますね。それ例えばどういうことですか下手っていうのは力任せに来るとかそういうことですかそうそうですね。うん。う ちょっとなんか具体的に質問をしてもらえると。あははは。えー、と誰ですか <laughs> 誰ですか誰ですか具体的に下手くそっていうと。あ、下手くそは誰か。やーっすな,なんとなくですけど、うん、このプロレスが下手くそっていう、うん、馬場さんが下手くそなやつには気をつけろよっていう感覚と、うん、UWF のその下手くその感覚っていうのは、うん 似て非なるものなのかな、それとも全く同じものなのかなという疑問が生じたものちょっと表現はあれですけど、誰って言わないでくださいね。下手くそな選手と、下手くそな選手がやるじゃないですか。で、これは気持ちが出れば、感情が出れば、面白い試合エキサイティングな試合になるわけですね。でも、下手と下手が、感情が出ないと、もうつまんないんです。 でも、下手とうまい選手がやると、うんはい、そのうまい選手が下手を引き出すんです、す、はい、で試合が成り立つるんです。そこに感情が加わると、もっとなるほどい試合になるので、うま、ん、い人とうまい人がやると、それはまあ必然的にいい試合になるんですけど、うん、そこでうまい人とうまい人と感情がまた加わると、もういい、素晴らしい試合。 まあこれでも当たり前のこと言ってますかね <laughs>。いやいや、すごく面白いと思います。そこの部分は <laughs> うん。だからあと、感情が入るか入らないかですかね。うん。なるほど。僕今、ふと思い出したのが、フケと柿原。はい。デビュー戦。はい。新生ユダヤのデビュー戦で、はい、えー、1990年だったかな。8月ぐらい。これ記憶なんですけど、二、うん、人が、 デビュー1戦目で、もう下手くそなんで、技術もそうもないんですけど、うん、もうバチバチにやり合ってるんですよ、うん。はいはい。で、僕、リングサイドで見てて、あ、すごい面白いなっていう感覚、記憶があるので、だから、下手なんだけど、やっぱり気持ちを前に出してるんで。はあははあ。この UWF における下手というのは、うん、格闘技の技術の下手っていうことも含まれてくる。 ということですかうーんいやいやふく下,手下手でもでも気持ちが伝わればいいとうん、うん、いやあのーうん、私が聞きたいのは、うん、この馬場さんが言う下手くそなやつには気をつけると、うん、これあくまでもイメージですけどうん、うん、例えばそのプロレスのロープワークとか力の入れ具合とか加減とかもう力任せに例えば、うんあのー、腕を決めてくる選手とか。うん あるいはなんて言うんんてうううでしょあるじゃないですか、タイミング、マノワさというか。えっとね、うん、これ僕のプロレス、はい、その順風ロっていうか、馬場、はい、さん、全日本プロレスの,そのプロレスの下手っていうのは、うん、相手の相手の動きに対して抵抗することが下手なんで、うんうんはい、はいはいはい、なるほど。はいうん、で、例えばまあ、うん うんと、猪木さんの方が分かりやすいのかな。うん、まあ、ナックルパート、うん、ナックルパート、まあ、パンチ、パンチはダメだな、でも。パンチは、うんまあ、パンチ、ですからね。張り手にしましょう。はい、張り手にしても、いかにお客さんに伝えるかじゃないですか。うん、だけど、選手に聞かしたらダメなんですよ。選手を聞かすっていうか、選手に怪我させた、はい。 今回の力道山、木村さんみたいに、まあ、チョップで気絶、木村さんを気絶させちゃいけない、それはもう、プロレスで言うと、力道山さんは下手なので、うん、その相手に対して、怪我をさす行為っていうのは下手、くそですうん、うんはいあ。なるほどね。うん、<あ>お互い、あうんの呼吸ってあると思うんですよ。今、降りてきたのは、まあ、ロープに振って、ドロップキック一つにしても、うん コンマ何秒ずれることによって、大怪我につながりますからね。はい。受けの、受けの上手い人だったら、そのコンマ何秒合わせるんですでも、攻めでドロップキック打つ人も、コンマ何秒で合わせたりするんですけど、受けの方のタイミングを合わせてくれてないと、攻めの方もね、き麗にスパーンとこう、一致しないんですよ。そのコンマ何秒ずれると、あ、こいつ下手だなっていうふうには思います。だから僕の、 いうで言うと、そういう関節の取り合いとかで、ここの流れの動きの中で、ここせき止めちゃダメじゃんっていうところがあるいや、そこはせき止めないで、スッと生かしてくれる。ああ、なるほど、面白いですね。通じるところはあるんだな、やっぱり。何とですかあの準プロと UWF。ありますあります。通じるところはありますあります。全然あります。ただ、この準プロレスの場合だと、 うまい選手が下手くそなやつのおかげで怪我をしてしまうこともあるわけですよ、ね、そう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 ね。はそ、い、うそこをうそさんは気をつけろと言ってるんだとううんですけどはい面白いそうそうそうはやっぱりうそうそ、ね、うそ、ん、うそ、ん、うそ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 う そこが自分の、あの、感情を育てる、あるいは感情じゃないな、あの、根性を育てるには一番いい経験になったっていうようなコメントを大仁田さんはしてましたよね。ああ、海外で試合やることか。まあ、どうですかね。その、国内だと、全日本プロレスの枠組みの中で、うんえー、まあ、お互い手の内を知り合ってる問答師があるので、はい、で、海外に行くといろんな、 その癖がある選手をやるわけです。そういう意味では、プロレスラーとしてのこう幅は広がると思うんですよね。うんはい、続き読みますね。馬場、はい、さんはアメリカで活躍していた時代に何回か仕掛けられたことがあるらしいね。うん。うん でも馬場さんは自分に自信があったから、うん、ちゃんと試合を成立させながらすごいところをチラチラと相手に分からせたって言ってたよ<ー>俺の場合はミスター馬場のボーイっていうこともあったのか、うん、海外にいる時に変なことをされるということは一度もなかったね、はい、本当は武勇伝の1つや2つあった方が面白いんだろうけど馬場、うん、さんも仕掛けられたことはあるでも馬場さんは自分に自信があったから、うん ちゃんと試合を成立させながらすごいところをちらちらと相手に分からせたあこの辺は、えー、日本プロレスの練習で培ったものなのか、うんはい、馬場さんの地金の部分なのかまあそれも含めて、うん、あのー、体格だったりこの将来性だったりあー体格ねはい、うん、当時は馬場さんだってドロップキック やれて,てましたね。はい、うん。2メーターも9センチ。はい。で、体重も130キロぐらいで。全盛期は,い、は145キロです、ね。145キロ。表彰ですけどね。はい、まあ、その2メーター130の選手がトロッキックをやるっていうので、うん、もう身体能力って半端じゃないとしじゃないで多分、うそういう意味では、いや、これ、この人にはかなわないっていうふうに、ん。うん 他のレスラーはっ体格っていうのは一つの武器ですよね、うん、最近の,その大谷翔平見てても、うん、やっぱ体格的にアメリカの選手に引けを全く取ってないじゃないですか、ね、取,す取ってないですね体幹の強さとかね、はい、体格そのものも見てても、すごいなと思いますよね。昔の日本人が、まあ、プロレスに限って言うと、その馬場さんも猪木さんも、体格に恵まれてましたからね。うん確かにうん みんなでかかった。前田さんもそうですね。上田馬之助さんとかも大きかったし、坂口誠二も大きいし、高野兄弟も大きいしね。あと、富士山はでかいんですよ。実際に会ってみると。それがジュニアヘビーでした。それ落しますよね。身長高口。いや、本当にでかいんですって。もう、あの、 これ全然批判でも何でもないですけど、やっぱ今のプロレスラーはこうサイズがちっちゃくなっていってるので、そこに存在意義が生じてるんでしょうけれども、うん、昔のレスラーはやっぱでかくないと渡り合えなかったですから、なぜかというとみんなでかかったですから。まあ選ばしいものですね。っていうことですかね。はい。はい で次にちょっとジャパンプロレスの話とかに入ってくるんで、<あ>今回ここに入っ,った方がいいんじゃないかなと思います。3話、4話に続きますね、じゃあ。じゃあ、1と切って4話に続きます。ありがとうございます。ありがとうございます。4分45秒。